ちょっと手前に平行移動お願いします。このままに乗車するっていうことはできないんですよ。はい、あのまた違うので、ちょっとやってしまいますけど大丈夫。はい、こんにちは、クレットチャンネルです。本日も神々解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日はラウンド1クレーンゲーム新作ポケモンというタイトルでお送りしていきます。それでは参りましょう。はい、ただいまプレゼント企画実施中で、締め切りは2月24日ですね。こちらのサムネに詳細ありますので、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけで本日はね、皆さんは大好きポケモン攻略していこうかと思います。でまずはこの、チャーモですねを狙っていこうかと思います。まず1手目なんですがね、これね、チャーモの首の周りモフモフがあるんですよね。なんでね、そこにね右アームでぶっ刺そうと思ったんですが、これ狙いが悪く失敗してですね、一応ねこの何ですかね、モフモフの真ん中、言ったら肩のあたりのモフモフで一点縫われてるんですけどね、かなり正直スペース狭いんでね、まあ、ちょっとぶっ刺せるかって言われると微妙なところなんですがね、ちょっと一度やってみました。というわけで今度はね、このまま下半身を振ってね、下半身をシールドに乗せていこうと思うんですが、さあどうだ。あ、今度奥に行っちゃいました。というわけでこれちょっとね、あのスタッフさんをね、あの探して平行移動してもらうためにね、スタッフさん探しております。はい、結構ね広いんですかね、スタッフさんがなかなかいなくてね、見つかってきていただきました。そしてここ音声絶対必ず聞いてください。さあ、ちょっと手前に平行移動お願いします。このままに乗車するっていうことはできないんですよ。はい、あのまた違うので、ちょっとやってしまいますけど大丈夫。はい、というわけでね、少しね伝わりにくかったと思うんですがね、ちょっとねあの位置から平行移動はね、あの手前にはできないと言われちゃいました。まあ、形はね同じなんですが、さすがにシールドには乗せてくれませんでしたね。はい、私のね行きつけのラウンドワンさんやったらね、あの気にせずポンって乗せてくれるんですが、ね、この点はちょっとめということで残念ですね。というわけでね、まあ、ただこれも悪くないです。はい、横向いたんでね、なのでここイメージとしては下半身をつまみ上げながら、おっとまた向こうに行っていくな。うん、というわけで続いては今度もう一度下半身振っていきましょうか。右アームでね奥の方から下半身振っていきます。頭を押してね、奥からねこうグッとね寄せていこうかと思います。さあどうでしょうか。一応先ほどね足がこれね意外と引っかかるので、さあどうだ、ここで右アーム頑張ってくれ全然足にも引っかかっておりませんでしたね。はい、というわけで、じゃあ今度はね、振りというかね、今度は下半身を持っていこうかと思います。はい、あの、狙いはね、頭ずりずりで狙っていきます。はい。下半身を持って頭ずりずりで、チームの乗せを狙うんですが、さあどうでしょう。うん、今回は3本でしっかり持っておりますね。さて、ここから引っ張ってこい。おわー、惜しい。また同じところか。はい、というわけでね、ちょっと一旦台を変えます。はい、隣の隣にねまたアチャもおったんで、こちらを狙っていこうかと思います。ちなみにこちらの方が設定いいです。シールドも若干1センチぐらい低くね、爪の角度もこちらの方が良かったです。はい、おーちょっとすいません、ちょっとごたごたしております。はい、というわけでね、ここをもう一度いきましょう。はい、で今度はね、あのとりあえずね、この手前アームをねタグあったんで狙っております。これ全く意味ありません。はい、今手前のアームを、はい、図星決まりましたね。ここからね、ちょっとこう下半身をね、こうグッと振ってくれればなーっていうイメージで、うんうん、これです、これです。悪くないです。はい。やっぱこのアチャもね、狙い方としてはね、横にするかね、下半身を向けてタグかけっていうのが私の狙いになっております。というわけで、今度は右アームでタグ出ししていきます。タグをね、払ってね、ちょっと向きを変えていこうかと思います。お、どうでしょう、これいい感じに向いたんではないでしょうか。はい。というわけで、これタグかけを狙っていこうかと思います。まあね、かなりね、景品からね、こう、ピーンと張ってね、一番書きやすい状態になってますからね。さて、どうでしょう。ここから行きます。滑らせながら来い。あっと、これ、ストップボタン遅かった。これはちょっと、イージーミスですね。はい、ちょっとこれ、イージーミスです。はい、すいません。失敗しちゃいました。はい、というわけで、続いて、もう一度行きましょうか。手前のアームでね、先ほどと同じように、手前のアームでタグを出していきます。狙いとしてはね、タグをね、奥に出すイメージですね。先ほど、あ、来た、これです、これです。先ほどと同じ形になりましたね。というわけで、もう一度タグ狙っていこうかと思います。さて、先ほど失敗したんでね、今度はしっかりかけたいところですが、さあ、どうだ？
ほい、ここから少し隠れているが、決まりました、決まりました。さて、どうでしょう、高確率ゾーンでのタグ掛け。さて、ここから引っ張り上げ。おーっと、決めれなかったですが、チャンスタイム、いい感じですね。チャンスメイクできました。というわけで、ここ、クルリンプしっかり狙っていこうかと思います。まあね、頭のね、この、トサッカっていうんですかね、もあるんでね、そんなに難しくないクルリンパだと思います。さあ、どうでしょうか。まあ、しっかりね、頭の細くなっている部分、そしてトサカを持ちながら、そのままひっくり上げていくか。ああ、やっちゃね。やっちゃいました。トサカの部分が逆に引っかかっちゃいましたね。うわー、これ悔しい。というわけで、もう一度タグでね、チャンスメイクしていこうかと思います。これね、形は変わってますね、ほぼほぼね、先ほどね。なので、タグはかけていきます。さあ、どうでしょう。お尻のから入りましたよ。一撃ずっぽし。さて、これも高確率の、先ほどはチャンスメイクでとどまったのですが、今回は無事にタグかけてゲットです。リプレイで見ていきましょう。危なかったですね。フルリンパした時はね、ちょっと焦りましたがね、はい、ここは冷静な判断でね、もう一度タグかけがいけるぞとね、はい、思いました。というわけで、ここからね、先ほどよりやっぱシールド近かったですね。なので、ね、引き上げ方がね、この頭ですね、頭の部分までしっかり、ね、取り出し、内側までね、割ってこれたということで、そのまま、1200円。まあまあね、ちょっといろいろね、ありましたがね、1200円なので、まあ全然いい感じでゲットです。はい。というわけで、続いてこちら、わかりません。名前わかりません。わかりません。こちらもね、バタフリーと一緒にね、セットで出た子ですね。とりあえずこの子ね、まん丸なんですよね。で、まあ、株っぽいんですよね。はい。なので、基本的にはもうタグ掛け一択になっております。今ね、このお尻の奥側にね、タグがあるので、今度はね、下半身をね、右アームで振っていこうかと思います。景品のね、奥側にね、アームをポジションを取ってね、こう、持っていくようなイメージになっております。さあ、どうでしょうか。右アームでこれを下半身をググッと引っ張ってくることができるのか。さあどうでしょう。ちょっと奥に行っちゃいましたね。ちょっと奥に行きすぎたんで、一旦平行移動でね、ちょっと手前にしていただこうかと思います。というわけで、手前にしていただいたので、これね、一応タグ、お尻の上にね、向こう側にね、こう縦に垂れております。狙っていきます。もちろん狙います。はい。さあどうでしょう。ほぼ見えておりません。ノールタグ掛け一撃、これ見えてないですが、ズボシ決まっております。さてどうでしょう。ここから持ち上げてさ、はい、無事に抹茶がタグ掛けでゲットです。リプレイで見ていきましょう。決まりました。ノールック、まあ、ノールック、ね、見てますけど、ね、もちろんね、ほぼほぼ見えておりません。もうこういう感じでね、ガラスの横から上から下からね、覗いておりました。一撃でまさかで決まりましたね。で、ここからグググっと、ちょっとね、この葉っぱの部分がね、引っかかったんで焦ったんですが、最後は取り出し口が一気に掘り投げてくれました。というわけで、新作ポケモン、まさかやはりね、タグ掛け、先をアチャポン含め、この子もタグ掛けです。というわけで、300円で超お得にゲットです。というわけで、こちら、ピカチュウ狙っていこうと思います。まずは頭を持ってきます。この子ね、いろいろ、これ、ここあります。頭の帽子、ちょっとね、この帽子ね、材質が硬いんで、なかなか刺さらないんですがね、刺すことも可能です。そしてね、尻尾だったりね、タグだったり、いろいろあります。というわけで、早速、今度は左アームで帽子ぶっ刺していこうかと思います。景品がね、これ横向くとね、左アームがしっかり刺せるんでね、おでこを滑らせながら左アームを刺していくんですが、さあどうでしょう。決まりましたね。浅いですが入ってますね。浅いですがずっぽし。さてどうでしょう。ここから6秒かかってくるか。さあどうだ。今少し運びましたね。少し運んでくれました。うわー、惜しいなぁ。残念ですね。はい。ですが一応うつ伏せ向いてね、今度尻尾引っ掛けていこうかと思います。この尻尾もね、ピカチュウでパワーさえあればね、この尻尾もかなり有効に使えるんで、さあどうでしょう。さすがにパワーが弱いですね。まあこれでね、攻略できるようであればね、かなりの有料点なんでね。ただもう一度いきましょうか。ね、やっぱぬいぐるみというのはね、かかるポジションが変わるとね、反応変わってきます。もっとグイッと引っ張ってくる。失礼しました。さあ来い。うわおーなっちゃいましたね。尻尾引っ掛けてゲットか、シールドにキープか、結局奥行っちゃうっていうね。はい。というわけでね、これね、奥アームでこれ尻尾刺しております。尻尾にね、奥アームを刺してぶっ刺しロック狙っております。さあどうだ。おっと、ロックかかってるように見えますね。いい感じです。さあ、抜けちゃいましたか。手前とね、左アームがね、ちょっとね、景品つかめてませんでしたからね。はい。というわけでね、まあ、言ってもシールドめちゃくちゃ近いです。今度は奥アームで寄せていこうかと思います。狙いとしてはね、下半身を振ってね、下半身をこう、まあ、寄せるとかね、引っ張るとかいうか、振るというか寄せる感じで狙っております。さあどうでしょう。あっと持ち上げたぞ。さてここで手前にぶん投げてこい。さすがに
ちょっと嫌な予感がしておりますね。はい、というわけで奥は今度尻尾引っ掛けていこうかと思います。ちょっとねこれね尻尾がね縦ラインになっちゃってるんで、ね、引っ掛けにくいんですがね、とりあえず奥は引っ掛けてみます。さあどうでしょう。おっと一応これずっぽしですね。さあどうでしょう。わあ今の一瞬乗りかけましたよ。惜しい、全部惜しい、もうちょい、はい、というわけで次タグかけていきます。はい、引っかかるところね、あっちゃこっちゃ引っ掛けていきますよ。今度奥アームでタグかけます。これもね、タグもね、奥行き、あんなに遠いんで結構目測がむずいんですが、さあどうでしょう。これはどうだ。あーっと、外れていますね。うん、というわけで、もう一度行こうかと思います。もう一度、タグかけていきます。やっぱね、タグが狙えるときはね、タグ、ここからやっぱ引き出すにはね、やっぱタグとか引っ掛けとかね、ぶっ刺しっていうのがやっぱ必要になってくるんでね。奥アームもしっかりタグに狙って、さあどうだ。アーム本体で見えてないが、これずっぽし決まりましたよ、決まりましたよ。さあどうでしょう。さて高確率の、ただ奥アームでの引っ張りはいけるのか。さあどうだ。はい、無事に近かったかげでゲットです。リプレイで見ていきましょう。またまたポケモンはやはりタグかけでしたね。ごめんなさいね、なんかねサクッとねこう攻略法をお届けできていないんですがね、あのタグかけっていうのはやはりねかなり高確率でねもうゲットできるんですよね。なのでねやっぱねあの習得するまでね、あのお金かかってね時間もかかっちゃうんですかね、皆さんもねのんびりちょっと練習してみてください。というわけでね、このピカチュウもねちょっとアタフタしちゃいましたが、最後は900円、タグかけで無事に、あ、1000円なんでね、大丈夫でしょう。900円なんでね。はい、無事に、です。はい、というわけでね、本日はね、ラウンド1でね、新作のポケモン、まあ、ちょっとピカチュウに関してはね、ちょっと古めの景品だったんですけどね、狙ってみました。でね、やはりね、まあ、タグ掛け、どのタイミングでもね、タグ掛けできるっていうのは、やっぱ最後にね、フィニッシュ決めれたりね、チャンスメイクっていう部分ではね、かなりやっぱ、なんですかね、頼もしい必殺技になっておりますんでね、もしよかったらね、皆さんもね、ちょっとずつでね、頑張って練習してみてください。というわけで、このチャンネルが気に入っていただければ、チャンネル登録、いいね、お待ちしております。それでは、この辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら。